お疲れ様でございます、えー、今週ね8月3日になりましたけどもこの1週間、まあ、日銀の罪はさらに重くなったかなってとこですよね、まあ、ゼロ金利マイナス金利っていうのも非常に危なっかしい政策ではあったんですけども、まあ、当時としてはこうやって振り返ってみるとね致し方がないことだったのかなと思います、まあ、何にしても銀行金利がつきませんから、まあ、そのお金っていうのは預金ではなくて 株にやっぱりこう、ね、集中したのかなと思います。えさらにはアメリカの金利が上がって日本の金利がすごく低いわけですからねアメリカのドル債っていうやつですかこちらの方に資金が集中するのもまあこういった誘導の流れかなと思いますよね。でそもそも日本が買い続けたドル債っていうのは、まあ、例のね西暦2000年初頭にまあ西暦2000年初頭に、まあ、民主党政権だった頃に まあ、協調介入といって、オバマ政権に無理やりに押し付けられたようなドルですよね。まあ、当時、ドル円っていうのは80円とか90円、まあ、時には77円っていう価格をつけてましたからね。ものすごく日本の円が強かったわけですよ。その日本の円が強い時に、まあ、アメリカのドルっていうのはすごく相対的に弱かったわけなんで、ドル債を日本人に買わせることによってね、なんとか、そういった経済危機を乗り切ったわけですけども、でも、すごくね、 もう妙なのはドル債を売りつけられたのにいざ、ね、ドル債を売ろうかと思った時に売らしてくれないという状況ですよそれが今回起きたんじゃないかなと思いますまあ何せ80円の時に買ったドル債が今160円になってるわけですから、まあ、含み益は莫大なわけですよ買った金額と同じだけ、えー、利益がついてるわけですからね、まあ、ですから40兆円とか50兆円分のドル債を放出することによって、えー、円高 っていうのは加速ししますし円高の方向にね進んで、円安は止まりますし、さらには大きな利益が入ってくるんで、日本国民1人当たり40万とか50万を配っても、全然余裕のある資金がドル債を売ることによって取り出せたわけなんですよ、なのにそういうことをせずにね、ちょびっとしたその介入と、あとは今回の日銀の利上げの発表、こんなことで1円も得しないばかりか、損をする方向に、日銀は舵を切ったわけですよね。 まあ、こんなね、売上切り上げ政策はなかったと思いますよ。で、えー、ここに書いてますように、ドル債の含み益の一出っていうのがまずは起きました。価格が154円ぐらいのところから、現在146円まで、10円近く変わったわけですからね、この1週間で。これ、介入をバンバン入れても、4円とか5円ぐらいしか動かないところなんで、もう強烈な介入を入れたようなもんなんですよ。もちろん日銀の、 利上げの発表だけが原因ではありませんけども、でも、それを軸にですね、マーケットが動いたということを考えたら、まあ、日銀総裁のこの今週の発表ってのは、もう間違いも間違いというかね、もう意図的に日本の経済を貶める方法としか思えないですね。で、こうなってくると問題は、日経平均株価の暴落にまで来るわけですよ。これはね、実際に私が相場解説の方でも申し上げましたけども、 金利が上がるってことは何もね、リスクを取って株を買わなくても良くなったわけですよ。今度は、預金の方向にお金を移していけば、労せずしてね、まあ、資本家のお金っていうのは増えるわけですから。で、株っていうのは、やっぱりこう、下落する可能性もあるわけですよね。株価っていうのは下がれば、当然、含み損っていうのは出るわけですよ。だから、リスクがあるのが日経平均です。それでも、日本株に、 資金を注入するしかなかったというね、資本家のおこう思惑でですね、お金が集まり続けたんですよ。ただ、ある程度お金が増えたところ、つまり株価が上がって含み益が出たところで、今度は預金金利が上がりますよって言ったらね、そっちの方が安全ですから、それは株ってのを解約して、預金の方向に移しますよね。まあ、こうやって、ローセスして株で増えたお金を今度は預金によって増やすっていう流れができたわけですよ。当然ですけども、 株を買うなんてね、余裕がない、ほとんどの一般庶民、国民っていうのは、株で利益を得ることはできませんし、そして今度、預金金利が上がったところでね、預金するお金の余裕がありませんから、預金で儲けることもできません。そればかりが、利上げってものが入ってきますから、多くの人は何らかの借金をしてます。その借金の利息が上がるってことですからね、さらにお金がない人は、お金を失っていくってことになるんですよ。 まあこうやって格差を助長するための政策を今週打ったとしか思えないなというところで、日銀総裁の罪は重いのかなというところでございます。ブラックマンデー以来、2位の下げ幅ってありますけども、当然、そのぐらいは、これ、日銀総裁じゃなくても分かるでしょうってことですよ。まあ、なんせ私がこれを予言したわけですからね、まさか2000円以上ね、変わると思いませんでしたけれども、まあ、1000円ぐらいで止まるのかなと思ったんですけども、そこが私のね、分析の甘いところで、思った以上に今回のインパクトがあったかなと。 なんせ10円円近くののドル円の移動ですからねこれはね、介入を一生懸命入れてもいかないレベルですよ。まあ、ということで、介入を入れるんじゃなくて、まあ、どうしてもね、今回の利益誘導したいんだったら、前回の介入のタイミングでこれすればよかったんじゃないかなと思います。でで前回のの介入のタイミングでそれをせずに 介入を選んだわけですから、今回もこんな発表をね、するわけにはいかなかったんじゃないかなと思いますけども、まあ、上田総裁、やってはならないことを次から次へとやっていきますね、えー、これは誰のための利益なんでしょうか、そうですね、これはね、アメリカのための利益の行動しかしてないだというふうに言えるんですけど、皆さん、どのようにお感じでしょうか、それでは、今回以上です。